ひなチャンネル。今日は狼と香辛料庭感想解説会ね。前回はホロとロレンスが出会い、北にある彼女の故郷へ二人で向かうことになり終わったな。いかにも冒険は始まるって感じよね。さて今回の動画もアニメでは表現されていなかった場面を原作を参考に補足しつつ解説していくぞ。そいじゃ司会進行よろしく。冒頭は小説1話目の終盤、コミカライズは2話目終盤から始まったな。大雨の中で馬車に乗っての移動は大変だよね。サンセールだから髪の毛抜けて剥げそうだし。この世界はサンセールになるような環境じゃないと思うぞ。この時のホロは雨の予測だけでなく川の機嫌が悪いことまで分かっていたようなんだ。川が荒れるのが分かっていたのね。さてそんな雨宿りをするため立ち寄った建物、ここは修道院や宿とは違い教会になるんだ。教会がお金を取って宿泊させてんの？この世界では行商人や旅人、巡礼者などを止めたりし、道中の無事を神に祈ることで寄付金をもらい、それで運営している場所になるんだ。なるほど、宿泊料ではなくてあくまでも寄付ってことなんだ。裏金作って着服しやすそうな資金繰りだね。なんかそれ政治ネタ入ってそうだからやめとけ。教会に入る際ホロにフードをかぶせ顔を隠していたが、耳と尻尾を見られると悪魔付きと間違われると判断したからなんだ。悪魔付きっていうのは前回解説してたやつよね。家計になっちゃうから隠しておかないと大変だもんね。ホロも過去に教会からひどい目に遭ってるので、おとなしく黙りながらフードの下ではにやりと笑っていたんだ。自分の立場を分かった上でロレンスがどのように対応するのか見ていたってことね。さてロレンスが濡れた荷物の手入れが終わり、ホロの待っている部屋に戻ると男性視聴者が喜ぶ状態になっていたな。私はもう少し凹凸のある女性の方が好みだけどね。お前の好みなんて聞いてないわ。まずは旧作のシーン。なんでこの場面を見せるのさ。ギリギリで見えてないから OK やろ。そしてコミカライズ、モザイク入っちゃったか。ギリギリ見えてるからアウトなんだよ。アニメは衣類を絞ってるけどコミカライズは髪の毛なんだね。小説版もホロは髪の毛から水を絞っているんだけど、その姿を見たロレンスが目のやり場に困っていたな。ホロは面白そうにからかっていたね。またロレンスは自分のズボンも絞ろうとするもホロがいるのでやめたのだが、彼女はそんなことも気にせずに真っ裸で服を絞っていたんだ。なんか気分的に悔しくなっちゃいそうね。さてここからホロが宿っている麦をどうすればよいのかという話になり、ロレンスは少しからかうように、お前が麦に宿っているという話が本当であればなと言ったな。この時のロレンスはまだ信じてなかったのかな。半信半疑なところがあり、このように言ったのかもしれんな。ホロは相手せずに流してたけどね。そんなホロの宿った麦は彼女が生きてる限り枯れない。ただし食べられたり燃やしたりすると消えるかもしれない。そのため脱穀した麦粒を袋に入れ首にぶら下げてホロが持つような話になったな。分身みたいなもんだから自分で持ってるのが安心するよね。ロレンスは他の土地に売り込みを考えていたようだが、他の土地で育てようとしてもすぐに枯れると返答していたな。アニメではロレンスの匂いやヒゲについての会話になり、ホロはヒゲは長い方が好きと言っていたな。旧アニメやコミカライズではイラストのようにヒゲが表現されていたが、新アニメでは左右の指を使ってヒゲを表しており、ホロがめちゃくちゃ可愛らしかったよな。あんたの好みの話じゃなくてさ、ホロがロレンスに対しいい男といい、そして自慢のヒゲを褒める。でも私の好みのヒゲは狼のようなヒゲなんだよと伝えからかう。その掛け合いが面白いんじゃないの。そこが面白く、ホロがどこまで本当のことを言ってるのか、そしてどこまでからかっているのか、このやりとりもこの作品の見どころの一つなんだ。こんな感じのやりとりが多いってことね。ちなみにアニメは原作と構想が違っていたが、この掛け合いは最初にロレンスが始めたことだったんだ。アニメではホロから先にいい男って言い出したじゃないの。アニメでは大広間に向かう途中の会話になっていたのだが、耳を隠すためやけどを理由にフードを深くかぶって行動する、そんなことは彼女にとってありえない発想だったと言ってたな。この時彼はホロが実際にそんな傷を負ってないからこそそのようなことを言えるんだろうと考えていたんだ。そして彼女が試しに顔に傷をつけるかと聞いてきたので、そんな綺麗な顔に傷はつけれないと返答されたので、ホロは嬉しくなりつつロレンスをからかい始めたわけだ。アニメでは最初からホロに主導権があるように見えたけど、ロレンスから彼女をいじったのが始まりだったわけね。彼もこのやり取りを嫌がってはいなかったんだけどな。さて服を乾かすために大広間へ移動した後、ロレンスは同じように教会に宿泊している人たちに為替システムを説明したな。他の宿泊者は為替を知らない人たちだったってことよね。この大広間には12人ほどいたのだが、商人は数人しかおらず他は別の職業だったんだ。ロレンスと会話してる人は随分金持ちそうね。この2人の服は濡れた跡など少しもなく、たくさんの寄付をしたからここにいるような金持ちと判断し、ロレンスは夫婦の会話に潜り込んだんだ。要するに金の匂いがするからコネを作ろうとしたのね。
ちなみに旧アニメの金持ちはこんなビジュアルだったぞ。ハゲヒゲのおっさんやんけ。この金持ちそうな旦那がロレンスに興味を持ったから、彼の企みは成功したんだろうな。近くに来た時は家まで訪ねに来てと言ってたもんね。まあ、この金持ちは名乗ってなかったんだけどな。それでどうやって訪ねろと。貴族というのは自分から名乗るのは下品と考えており、フェレンツのブドウ園の領主といえば、この人しかいないんだろうとロレンスは思っていたんだ。ストレイツオのブドウ園の領主って偉い人なんだ。ストレイツオはジョジョの登場人物な。夫婦と別れる際、神のお導きがありますようにと伝えていたが、これは教会で使うお約束の言葉なんだ。ロレンスが教会の信者ってわけじゃないのね。そして金持ち夫婦が立ち去った後、ロレンスは夫婦の座っていた椅子を部屋の隅に片付けな。ちなみに大広間で椅子を使うのは貴族か金持ちか騎士しかいないんだ。それでロレンスはベンチに座り直してんだ。そこに現れたのは狐目の怪しい男だったな。糸目は怪しいと相場が決まってるものよね。ちなみにうさんくさいゼーレンは新旧ともに同じく並川大輔さんが担当されてるんだ。同じキャストを使ってくるリスペクトがすごい。彼は前歯の欠けた歯を見せるように笑顔でゼーレンと名乗ったな。なんか間抜けな笑顔に見えちゃうわ。商人は自分の顔を相手に印象つける必要があるから、ロレンスはわざと歯を欠いてるのかと疑っていたんだ。確かに印象のある特徴にはなるね。ゼーレンはホロを見て興味を持ったような会話を始め、ロレンスは一瞬偽名を使おうと考えたが必要はないと判断し妻のホロと紹介したんだ。この糸目野郎が興味本位でホロの顔を見たがってきたから、ロレンスはムカついてそうだったよね。ズーズーしいやつと思っていたな。そこでホロが言ったのは、旅はする前が一番楽しく、犬は鳴き声だけが一番怖く、女は後ろ姿が一番美しいもの、気軽にひょいとめくれば人の夢を壊す。要するにさ、想像してる時が一番楽しくて、現実を見るとそれを全て破壊してしまうってことよね。八夜で一番楽しいのは抽選する時で、負けて終わった時の落ち込みがひどいってことと同じだな。私はパチ屋に行かんからわからんわ。チャンネル登録と高評価ぜひお願いします。そんなホロに感心したゼーレンは二人に何か話を始めたな。こいつ怪しいわ。教会では宿を借りることはできても食事までは面倒を見てくれない。しかし寄付をすれば釜を借りれるので、ジャガイモを水の張った鍋の中に入れ茹でたものを準備したんだ。ちなみに火を起こす時の薪代は別料金らしいぞ。教会って銭ゲバじゃないの。ジャガイモが茹で上がる待ち時間を利用し、ホロが宿る麦穂から麦を落とし皮袋に詰め、皮紐を通して首からかけれるようにしたんだ。皮袋と皮紐もお金を取られるなんて、教会はどれだけ金が欲しいんだよ。ホロが尻尾を揺らしながら食べる姿を見て、ロレンスは犬に似ていて面白いと思っていたんだ。そんなこと言ったらホロは怒りそうよね。だからこそ黙っていたんだけどな。また湯気が出ているジャガイモ、ひょいひょい戸口に入れる姿を見て、狼は猫舌ではないのだなとも思っていたようなんだ。狼は猫科じゃないもんね。また狼は丸飲みする理由として、ホロが口の端を両側に広げて何か言っていたのだが、狼の姿では頬がないので噛み砕けないという意味だったんだ。アニメでは聞き取りにくかったけど、そんなこと言ってたのか。いい意味で小清水さんの演技がうまかったよな。さてここからホロは嘘かどうかを聞き分けれるかの話になったな。便利な能力よね。弁護士とかになったら強そうだわ。この世界に弁護士という職業があるかは不明だがな。ロレンスが聞きたかったのはゼーレンの銀貨の話であり、本当に儲けることができるのかどうかだったな。あれって結局どういうことなん？要するに新しい銀貨は古い銀貨より銀の割合が増えて発行される。そのため質が悪いのに古い銀貨は新しい銀貨と同じ価値になる。しかし別の貨幣と相場を比べた場合、銀の多い新しい銀貨の方が価値があるってことだ。新しく発行される千円札が金粉でできてる場合、日本円では千円の価値しかないけど、ドル換算したら千円以上の価値が出るってことね。ニュアンス的にはそんな感じかな。そして古い銀貨を大量に集め、新しい銀貨と交換すれば差額の分だけ儲けられるってことだ。リアル FX をして稼ぐわけね。それで合ってるけど、 FX やってない人には意味がわからんやろ。シンプルに解説すると、今の100円玉は1ドルの価値がある。新しく発行される100円玉には 1.5 ドルの価値があると仮定しよう。今ある100円玉をかき集め、新しく発行された100円玉と全て交換、そして新しい100円玉を全てドルへ両替することで、元手が 1.5 倍まで増えるってことになるな。まさにインサイダー取引ね。まさにその通り。先に情報を知ってる人しかできない商売という意味では同じになるな。ゼーレンの話を聞いてたホロは、どこが嘘なのか詳しい内容まではわからないが、嘘をついていると断言していたな。ホロは嘘をつく理由がわからないって言ってたね。彼がそれに気づくまで何年もかかっていたしな。さすが堅牢と自称すだけはあるってことね。ちなみにホロがロレンスの頭を撫でていたが、
ここは新アニメオリジナルで改編されていたんだ。あくまでもホロの方が立場は上って意味合いなのかしら。彼女にとって彼はお子ちゃまって意味なんだと思うぞ。そんな得意げに笑う彼女を見て、ロレンスはホロが人間であってほしくないと思っていたんだ。なんでよ。自分が苦労して得たきたこと、見た目通りの若いホロが手に入れているとしたら、ロレンスの立つ瀬がどこにもないからなんだ。だから頭を撫でられて悔しそうな感じだったのね。結果としてゼーレンの話を信じるかどうかは別として、彼の話を飲んだように振る舞うことにしたな。なんかこの二人の会話って、ホロが教えてそれに対しロレンスが答えるって感じね。彼も親戚の行商人のもとに弟子入りした時を思い出し、修行時代に戻ったようだと考えてしまったんだ。それで最後のジャガイモをあっさりとホロに渡したのね。翌日ロレンスが目を覚ますと、ホロは先に起きて姿が見えなかったな。ここは新アニメで追加されていた場面になるんだ。目が早く覚めたから神の説教を聞きに行ってたのよね。ロレンスは寄付箱に寄付していたが、井戸を使用した際、教会の連中はちゃんと寄付されたのか寄付箱をチェックし、されていないようであれば不吉なお告げをし不安がらせるんだ。どんだけお金にがめついのさ。寄付したのを確認したから教会の人は扉を閉めたわけだ。それよりさ、旦那様の肝が太くなりますようにってさ、このホロの顔がすごい子供っぽく見えるよね。これはホロと教会の人が話している姿を見て、ロレンスはホロの正体がバレたのではないかと肝を冷やしていたんだ。そんな彼の姿を見てホロはあんなこと言ったわけか。そりゃあんな顔で言いたくなるわけよな。そしてホロは変わった教会の姿を見て、故郷も変わったのかもしれないと不安がっていたな。頭を軽く叩いて励まされていたけど、ロレンスに慰められて茶剣狼の治れって言ってたね。キビスを返したホロの流し目は彼にお礼を言ってるようにも見えたんだけどな。ホロが彼に早く来いと声をかけたのだが、ロレンスは出会ってからまだ2日しか経っていないのに、とてもそんな感じがしなかったんだ。このため息はそういう意味があったのね。長い付き合いがあるような関係に見えるよね。さてゼーレンへ誘いに乗ると返事し、港町パッツヨで正式な契約書を交わすことにしたな。こいつめっちゃ怪しい雰囲気が出てるけどね。ここからは2人の掛け合いになるのだが、時は金なり、農夫たちは時間に正確だったろうと伝えると、ホロは彼らは空気に正確と説明をしだしたな。ロレンスはこの時のホロの尻尾を見て、毛を刈り取って売ればそこそこの金になりそうだと考えてたんだ。それは絶対に言葉に出しちゃダメなやつよね。ホロはめっちゃ怒るだろうな。そして彼女から年を経れば良き者になれるといい、何百年後だという返事をしたな。コミカライズは一旦ここで終了し、新旧アニメと小説は狼が人を襲う理由について話し始めたな。人の頭を食べてその力を自分のものにするんだよね。考えただけでもゾッとするよ。それが真実なのかどうかはわからないが、ロレンスは過去に経験をしたことを思い出し、機嫌を悪くしてしまったな。それで賢くなれるんだったら、狼はめちゃくちゃ頭がいいってことよね。実際にホロはすごく賢いだろ。でも結局これってロレンスをからかいたくて言った冗談なんだよね。ホロが人を食べたことがあるのかどうかはわからないが、怒ったロレンスを見たくなく、このような振る舞いをしたんだろうな。この二人の掛け合いは、どっちが本当のことを言ってるのか、お互い探り合いしつつ、冗談や相手をからかったりと、複雑だけど本当に面白いよね。この作品の面白い要素の一つだからな。さてそんなわけで、狼と香辛料第2話の解説でした。少しずつ動き出した物語、この二人の掛け合いと今後の立ち回り、そして複雑に絡み合う伏線と一気に回収されるストーリー、引き続き第3話以降が楽しみだな。ホロが可愛いだけの作品じゃなくてよかったよ。ホロが可愛いだけでも十分楽しめる作品だけどな。あんたが言うとマジでキモいわ。そんなわけで本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。